これあんま上乗せちゃいかんねえ、レコード。こうやってね、こう。うん。これ安倍サダやねん。これ安倍サダ、ええよこれ。安倍サダも？うん。すごい。スパルタカス。映画の？ね。映画のやつよね。すごいね。こう見るとすごいいいのいっぱいあるね。あ、これも映画。ね。え、めっちゃよくね？映画の音楽ばっかりいっぱいあってめっちゃいいね。小さい頃さあんま気にしてなかったでさ、今見るといい。レコード始めようかな。なんか今最近の音楽もね、レコード出す歌手多いらしいよ、洋楽で。これもか、あれやん、これ有名なタイトルよね。すごいよ、ね、風と共にさ、すごいな。あとこんだけにするわ。マジ知らんもん。見ない。見てみようかしら。うん。はい、また今度にする。ジェットストーリー。あ、飛行機これ、うん、それは。あ、これいつも聞いとったやつ？ね、レーザービデオ。あれ聞いてなかったっけ、なんか。ちょっと知るけど、あんたには覚えあるか、あるのか知るけど。うん、当たり行こう。ちょっと大丈夫ね、ちょっとこれ重ねてくれ。ちょっと見れる。いや、でも嫌いね。まあ、めんどくさいで何回もやる。うん。ちょっとやってみ。重ねてって。左の方。右やろ？あ、そうそうそう。あれ来た。うん、すげえ。サザンアルプス。ボーイングのネオン。ダッシュ。うん。お、これはゼロ戦。あれ？ゼロ戦すごいね。飛行機好きやね。うん、すげえ。っていうかこれパッケージまだ綺麗じゃね？これ。あそこで網原の、ね、飛行場で見に行ったで、あの時に買ったのかしら、ね。すごいね。このベスト10。はい、カラパナ。やっぱ洋楽す、おじいちゃん好きやったで、俺も洋楽が好きなんやね。スポット入れれるって、うん、あの、あれやシーホーク出してみてみや、上の段だけじゃ、うん、入れやね、上の段全部、うん、入れれるでこれ、うん、決まっとんね、うん、そっか、この袋買ってきて入れ替えとった。じゃあこれも入れ替えなかった、ね。買ってこういうのもちょっとこね。分からん。お父さんのとこで買ってきたのかな、おじいさん。買ってきて入れ直しとったで、ね。いや上だけ全部見るか。じゃあ持てへんのね。持てへん。持てへんな。ええわ。ね。持てへん。メモリがいっぱいになっちゃうかもしれない、録画。キューバ、音楽の勝利。はい、って感じ、ね。ジェットストリーム。あ、さっきもあったね、なんか。ハワイ。ハワイ。F14。はい、と。これなんか有名な人じゃね？スサノ、すっごい日本語で歌っとるんやね、うんうん、すっごい、はい、こんだけ出してもまだこんだけあります。やべ、
これはやべえ、盛り上がってきたよおばあちゃん。ねえ、やべえよ。マントバイ。今レコードの時代だな。カテリーナ。ん？うん。ミス。知らんやつばっかや。今のレコード買うとね、なんか CD も一緒についてくるらしい。だってなんかこのパッケージ、本取るみたいでね、良くてね、なんか人気らしいよ。これなんだ。他の。マイケル・ジャクソンとかないの？それはね、若いもん。もう死んじゃったもん、お父さん。ああ、ないか、それ。一つ1800円とかするよね。でも昔の1800円やるね。もっとするやろ、これ。違う、これは安いって言うけど、うん、なんか高いの買っとったもん。